開かずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、平和こと平井和孝です。障害を持った子ども専門のスポーツ塾チットチャット代表の森島さんからお聞きしたお話の続きです。脳性麻痺の障害を持ってる小学生の A 君は走ることもできません。歩くのもぎこちないです。でも A 君は野球が大好きなんです。そんな A 君が監督のやってみなきゃわからないだろうの言葉に動かされ、地域の野球チームに入りました。お母さんも半信半疑ですが野球をやらせることにしました。すると不思議と、普段はお母さんが手伝ってあげなきゃできなかったことが、野球に関しては自分で準備をして着替えて道具を持って忘れ物もなく出ていくそうです。自分がやりたいっていうのはそんなものですよね。とは言っても障害を持っていますから大した練習もできず、球拾いや片付けぐらいしかできないと思いますよね。ところがこの監督さんがすごいんです。この子には何ができるだろうと考えるんです。である日 A 君を呼んで、いいか、お前がもしも何か一つでもいい、他の選手に負けないものがあったら俺はお前を試合で使うぞって言ったんです。A 君びっくりですよ。チームに入れてもらって練習に一緒に参加できるだけで楽しかったんです。きっと試合に出られるなんて夢にも思ってなかったことでしょう。ところが監督が試合で使うぞって言ってくれたんです。さらに監督は続けます。そうだな、バントはどうだ。試合の中ではここで確実にバントが決められたら勝てるという場面が必ず何度かある。もしもお前が誰よりもバントが上手くなったら俺はお前を使う、そう言ったそうです。 A 君どう思ったでしょうね。自分には無理って思っていたことがもしかしてって思えたら人って変わりますよね。 A 君その日からバントの練習始めるんです。ピッチングマシンを使って一人で黙々とバントの練習をしたんです。障害はありますがバッターボックスに立ってバットを構えて立つぐらいのことはできます。あとはボールに当てるだけです。さあこの後 A 君どうなったのか、続きは来週です。お楽しみに。ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたしました。